やっべ、俺マジでやべ、スピンマスターするか、ここでウィザードに変えとけよ、もう。あ、そっか、おめえのアドバイス教えちゃう、おめえのアドバイス教えちゃう。SKJ ビレッジ、はい、ご視聴ありがとうございます。 SKJ ビレッジのZとさやさおです。はい、スマブラマラソン、はい、本日の企画はスマブラカジノバトル。まずはハンデパーセント0から150あるんで、例えばこう俺と進化対決するとしたら、2人がハンデパーセントのルーレット回して、はい、0、100とか、うん、で、ステージはランダムでこの3つ、終点、ビッグブルー、シャドウモセス、はい、で、ステージが選ばれてキャラもお任せでいきます、はい、5枚ちょっとチップ持ってますんで、はい、パーセント、ハンデパーセントが決まった段階でステージとかキャラは分からずに自分かけられます。なるほどなるほどなるほど。で、かけて2枚かけたら勝った時に倍になって返ってきます。はい、負けたら没収されます。はい、で、全部で2周対戦した後に、一番チップ少ない人が負けです。はいはいはい。さあ、行くぞ。やばい、強いです。最後 30% ハンデ。なるほど、 OK。 S が出てから下げてる。そうそうそう、これ S が150だったら俺もう全部かけてもいいんだよ。80です。ああ、最後30、俺80。まあ俺は1枚しかかけらんねえわ、さすがに。あ、もう決めてくれんだ。まあだったら、え、なくなったらもうかけらんなくない？かけらんねえ。なくなるのは避けたいわ。なくなったらその時点負けよ、もう。それ大事だ。だから10欲しいから5を入れちゃうよ。10までいった。10欲しいから5を入れちゃうよ。10までいった。2! アンパイオー、アンパイオーか、うん、アンパイオーには勝つわ。まあ、ここで5枚かけられたら多分負けだと思うけど、2なら勝てるわ、その程度のやつには。あ、さあ、キャラとステージランダムです。ソニック、ソニックビッグブルーなら勝ちだ。よし、俺も負けやばい。かわいいです。やっべ、俺マジやべ、スピンマスターするか、ここで。リザードに変えとけよ、もう。あ、そっか、おめえのアドバイス教えちゃう。おめえのアドバイス教えちゃう。リザード可愛いです。やべ、ソニックガチで分かんねえ、くっそ。次か、NB 下 B ガチャガチャ。うわ、 NB ナイス。下 B なんだ。下 B も分からないです。下 B もみんな分かりません。そうそう、あ、そっから攻撃とかつながる。危ねえ。お前じゃねえのか、よかったのか。一枚ボッシュエタで、俺が2枚もらっていいんだよね。で、帰ってくると。そう、やばい。7 4です、俺。さあ、行くぞ。150だ。おお、こうかけてる。シカが150の可能性も。入れ損。いやいや、やってない。かけちゃって。かけてはないよ。かけただろ。ポンと置いただけだよ。ここにね。50だ。でも出しな、ちゃんと。お前、負けたらなくなっちゃうんだよ。負けないんだって。遅いキャラ来てビッグブルーで S が早かったら負けだよ。負けないよ。頼む！ビッグブルー！ベッ、ベベ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 ベな、ね、え、何ビビったの俺5枚分けに。俺はもう一応心配。あ、俺かけてない。やってみますよ、カジロ。絶対1枚だったね。1枚ですよ。いや、もう最悪だ。いいかは、まあちょっとひよって2枚。3枚かけます。3枚、2枚と3枚。まあちょっと俺の方が多い方がいいもんな。うわー、ダーッダーッダーッ、ダーブル来ました。さあ、斜めになってまいりますよ。うやばい。ただハンデ分はまだ取り返せてません。そう、俺仕留め切りたい、再活。さあ、ちょうどやばい、負けてますよ。
危なっ。上は上上げしたら死にそう。やーっ、あーやっべー。ポーズ呼ばれしましょうね。やべー、4倍じゃん。4の男に負けていきます。やばい、3枚没収だ。俺残り4。俺もう色マスクでいい。俺ももうマスクか。気が早いな。俺もうマスクよ、今日。俺もうマスクよ、今日。幸運でまたいいの来い。50！ まあ悪くねえか。150。よーっしゃー。待って、ここ含めてもう運ですから、カジノはもう。ここ含めて。1枚ですよ。1枚残す、俺も。さあ、おい、30、30、50でしょ。俺は80、150、150。もうごめんって、それは許せ。俺たち分からんし。まだ奇跡起こすしかない。ビッグブルーでもね、意外と戦いやすいことが分かったから。ジョーカー、よし、パクマン頼むぞ。わー、普通だ。やばい、上。よし、まずはティーパックの真似をして。あ、押し出されるんだ。あ、俺知らないよね、これ。大丈夫、大丈夫。ナイスティーバックの真似。シーソー。なんか吹きは強いんで、撃墜、一撃撃墜。やべえ、4枚かけとけ、よかった。3枚返ってきて。1枚ずつカードなくなるだけなんで。ならんかも。ちょっと待ってくれ。まあでも、近所で一番楽しめてないよね、毎回。それはそうだろ。俺は最大で4枚になります。次2枚が。え、待って、次誰バトル、ちなみに。俺とです。さあ、行くぞ。エスコイ、最後くらい。100です。うわ、3桁。うわ、もう降りねえか。大台だ。大台だ。150。125。よーし、やっと有利バトルだ。初めて有利バトル。2枚掛けですよ、もちろん。YouTuber していい？何枚残すのかが大事ですね、シンガさんは。YouTuber2 枚掛けです。ノーリスクです。こう財力に物を言わして、カジノに勝っていくと、はい。まず勝とう、まず勝とう。まず勝とう。これ有利対面だ。勝ったら俺これ君にあげるよ。あ、しずえちゃん、こんにちはです。いや、カウンターだね、俺の。いや、上攻撃強いよ、しずえ。お、張り返ってきた。やばい、セクシーいけんないな、もう。それ強い。ナイス、水座もある。ウィニーバス停です。ここを建てましたから。あ、帰りのバス停。あ、そうそうそう。でも、こっちも早いから送っていきますよ。ゲリで送るんだ、天国に。やばいやばいやばい。やばい、ゼロ枚の人。あ、でも、あれがあるまだ。俺とエスの試合にもあの。カードを5枚取って戻した。で、バス停を立てた代わりに。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってくんね、君何枚今。君7枚でしょ、君は14枚。14枚でしょ。で、俺0枚なの。うん、融資しようか。で、うん、じゃあ俺がもしこれ勝ったら、まあいいでしょう、引き上げですよってなる判定の最後のバトルやらせてください。誰と？3人バトルですよ、それはもう。3人バトル、ね、3人バトルで俺が1位になったら、俺が1位になった時に、うん、全員が引き分けになる。もうだからそれ、革命が起きる。少ない人の方が勝ち。革命が起きる。少ない人の方が勝ち。あー。その革命バトルをさせてくださいよ。じゃあ60かな、負けてもらって。オッケー。進化が0。はい。で、お任せ。お任せ。でもこれ俺1位になったら大革命が起きたってことでいい？いいよ、これ1位になったらいい。革命だったらこれもう何の価値もないから、これ。あ、いいっすよ、いいっすよ。いいっすよ。俺もいいっすよ、それで。いいっすよ。俺もいいっすよ、それで。ダメだったらもう終わりですか。これ。遮熱革命の遺伝子やばーい。終わるぞ。頭走れるの？いや、ギリ走れないと思う。
どこにいるんだ君は今。これはあるぞ。頭走れるこれ。いや、でもギリ走れないと思う。